い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は脇に抱えたところから始めます。あとでね、頭をね、逆手で掴むので、掴める分だけね、頭を持たずに少し開けといてください。ここからタップステップから始めます。最初、ステップ、クロス、ステップ、スカフ、ホップ、ステップ、ヒップ、タタッタタッタ、タタッタタッ。この時のワン、エン、ツー、このスリー、ステップを置くところで手を、ステッキをね、持ちましょう。で、脇を外して、ステッキを抜きながら、叩いてポーズ。ここまでちょっとゆっくり言いますね。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。そしたら反対に持ち替えて、セブン、エイト。今回ね、こういう持ち替えをよく使うんですけど、ここで同じ手で打ってるような流れの軌道を変えずに持ち替えてください。気づいたら反対になってるぐらいの方がいいです。明らかになんか持ち替えましたって絵がない方がベストです。ここまでゆっくりやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。そしたら、平行に投げてキャッチ。この時に足が、ステップ、ステップ。できたら、なるべく浮かしておいて、上から追っかけるようにして、落ちるところを、あとの後ろの足の時に掴むぐらい手から離したらいいですね。トン、トン、トン、叩いて、そしたら、ステップシャッフルね、しながら1回転してキャッチ。そしたら一歩出してステップ、ね、頭を一発持てなかった場合は叩くときに動かして何回もやってますよね。はい、じゃあここまではゆっくりやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー。これを一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブ、シックス、セブン。エイ、ワン、ツー。スリーエット目から、ワン、ツー来ました。そしたらまた今度反対の平行に投げてキャッチしながら、同じように、足を踏んで、タッ、で、移動します。から難しいですね。マッシュフォードが入ります。タ、こっちが出したけど、タッタララララ、裏の音ですね。ワンダワンダとしたら、ワンダツーダ、こっちが表の音になりますね。シャッフル、プルバックチェンジ。これが難しい人はプルバックチェンジしなくていいので、でももちろん大丈夫です。難しいですね。そしてさらに手を反対の手で下から取ります。で、これもね、できたらすぐ取らないで足の最後ステップの時に掴むぐらい離してたりですね。ちょっと怖いからすぐ掴みいっちゃうんですけど、掴む。そして足をスタンプ、ステッキ。ちょっとここまでゆっくりやってみましょう。ワン、ツーね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。そしたら、さあ、ワン、ツー、反対、持ち替えて、スリー、フォー、足が、ファイブ、スリー、セブン。この時に、手を2回転して、最後、右に変えて、足最後ね、タッ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 、閉じないで、タッ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 、というふうに収めます。スリー
続けてみましょう。スリーツー、ファイブ、シックス、セブン。スリーツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。フォー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン。これを一緒にやってみましょう。5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1頭から通してやってみましょう。 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8一緒にやってみましょう。 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8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  1。 今回ね、ステッキ離してね、巻き仕事で大技もありますけど、やはりね、こうね、手首のね、ステッキの頭の持ち替えとか握り替えとかをね、渡すとかね、体に沿って丁寧に回すとか、このステッキのね、見せ方、ね、細かいことをね、基本的なことを気をつけてやってもらえたらなと思います。それでは、メトロノームに合わせてやってみましょう。反対向きになって一緒にやってみましょう。 5, 6, 7 今度は反対向きになって一緒にやってみましょう。今度は反対向きになって一緒にやってみましょう。5、6、7今回は手から離してる間にマキシフォードとかステップシャッフルとかね、ステップシャッフル
ペッキを離して、手から離してからのようなタップステップ入れてみました。それと同時にね、やはりいつも言ってますけど、握り替えとか持ち替えってのはすごく大切になります。次の何をするかによって全くね、毎回違ってきますので、同じようなこともありますし、違うものもあります。ぜひね、何かしら参考になれば幸いです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。